藤本健太、白石優太、清原涼太、安藤美奈、イリアマン、ブライアン・ホーミー・メタ、東川晃平、中森、金石、久保、佐藤、菅波、渡谷、藤本、ゆき、宗垣、吉田、阿部というオーダーでいましたが、うわ、速い、ゲーム1、速い、1コーナーから2コーナー、どんどん順位入れ替えて、止まってしまったドライバー、止まってしまった1台、2台、2台止まってしまいました。そのうち1台は25番という清原とそして山本龍二という情報が入ってきました。そして3コーナーでも何台か止まっている、2台が止まっています。3コーナー少なくとも2台が止まっています。ゼッケン確認中です。トップはヘアピンから立ち上がってきました。トップ2が頭1つ抜け出して3番手以降は長い列。さあトップはこれは朝日ターボです。2番手には鈴木優也ですね。ソフィーのカラーリングを最終コーナーでもガンガンに詰めていっています。3番手なんですけれどもカーナンバー36番をつけております宮沢和樹、4番手に三村宗太郎が上がった、5番手には牧野忠介、6番手にはこれ増田、高橋、井上、白石というふうに表示は出ておりますけれども、もうコーナーごとに入れ替わっていくようなそんな勢いです。周回数12周、オープニングラップが終わったばかりでトラブルで止まってしまったり遭難を起こしてしまったりする、そんなカートが多く出てまいりました。トップは鈴木優也に変わります。トップは鈴木優也に変わる。去年ここで諦めないことの大切さを学びました鈴木優也。2番手朝日ターボをしっかりつけています。3番手宮沢、4番手に三村、5番手牧野、最終コーナーから立ち上がってきます。6番手松田、少し離れまして高橋が上がってきた。高橋、井上、白石、山下は少しドロップをしてしまっていますね。3番手スタートだったんですけども、現在10番手、それでも徐々に戻してきてはいます。その後ろなんですけども、テールピンポーズでマシューと藤本、少し離れて、開きが13番手争いぐらいにいますかね。ボールポジションからスタートしました開きが現在13番手争い、なんとなんと大波乱の展開になってまいりました。最終コーナーに向かって鈴木と朝日、鈴木がトップに立って後ろを引き離していった。3番手宮川の東京コーダー、三浦はその宮川に引き離されている。後ろから牧田と増田と井上が来ています。その後ろからは高橋、井上、動いたのは4番手あたりか。牧野忠介と三村宗太郎がバトルに入りました。牧野忠介さん4番手に浮上、下り 25R 4番手に牧野が浮上、5番手に増田、6番手に三村がドロップ。さあその後ろから高橋が来ていることを思うと、三村あまりですね余裕で着実にと言っている場合でもなくなってきます。ポイント差は圧倒的に三村の方に有利となっておりますが、もちろんチャンピオン争いは3名という形ですが、人から追い上げてきている。この高橋春之1コーナーに最後飛び込む三村との直接対決、三村もここは引けない、引けない。2コーナーはちょっと引っかかった高橋がポジションドロップ、井上の後ろから来ていた山下恭平の後ろあたりでしょうか、ドロップをしました。白石もその前に出たかな。うわー高橋ちょっと苦しい、まだ夏の怪我が治りきっていないという高橋、痛み止めは飲みたいけれども集中力が切れるからと語っていたそうです。さあそんな高橋集団が今エアピンに入っていきまして、大混戦、8番手以降です。8番手に高橋が飛び出してきて、あその後ろも怒涛の攻撃、最終コーナー警不安激しいです。カーナンバー2番が上がってきた、開き優也が上がってきた、開きの後ろに白石、そして1コーナーのところでもちょっとリン側に攻めすぎてきてブレーキングで遅れてしまったドライバーがいるでしょうかね。マシューソロモンとかもいますからね、この辺り結構アグレッシブに攻めていくドライバーもこの辺りにはいます。トップに目を戻しますと5周終了、6周目、鈴木優也がトップを切り、2番手朝日、3番手に宮沢がだんだんと追いついてきました。
4番手牧野、5番手増田も追いついてきて、トップ集団が現在3台、もうすぐ5台になろうかというところ、そこに気を取り直して三浦と井上がついてきたら7台ということになります。少し空きまして、8番手以降、8番手に平木、そして高橋、白石、高橋戻してきます。白石、そしてマシュー、藤本、安尾、瀬名、イリア、ワン、東川、山下、この辺はまた長い列になってます。山下恭平行きたいんですけれども、なかなか前隙は見つけられない。6周終了、7周目、予選フィートは半分。さあ、タイヤのライフということも考えますと、闇雲にバトルをすることはできません。今日の予想最高気温、静岡は23度、現在そこに向かってだんだんと気温が上がってきている状態かとは思いますけれども、最後の最後までタイヤを持たせるということを考えるには、ドライバー、さあどうか、1コーナー、宮沢勝ち攻めていきます。宮沢朝日サーブのインサイド飛び込んでいきました。鈴木優也は早めに仕掛けて後ろを引き離したい。宮沢と朝日が競り合ってくれるのはもう思うつぼといったところかと思いますが、しかし旭川もかわしました。宮沢和樹、鈴木優也にもガンガン仕掛けていきそうな、そんな感じです。イケイケですからね、宮沢と朝日とこのダンロップ勢たちはやっといてマイフィールドを与えてもらったと、もう水を得た魚のような状態に三浜からなっているかと思います。一番の後ろを振り返ったのは3番手の朝日カーボ、8周終了、残り周回数は4周。さあ、鈴木優也に近づいていく。宮沢3コーナー手前、インナー並ぶ、朝日カーボついていきたいが、これはダメ。朝日カーボ逆にちょっと離れたか、いや、ついてるついてる。宮沢和樹トップに浮上、予選トップを取っていくのか。下り 25R、 宮沢、鈴木、そして朝日、そしてその後方、おお、平木と三村バトルも起きています。今ヘアピンの手前、4番手には牧野、5番手にはマスター、6番手には単独で井上、その後ろに最終コーナーから立ち上がってきます。バトルをしておりました平木、三村、少し離れて白石、49番マシューソロも実践して、高橋、その後ろには藤本、東川、少し離れまして亀石、安藤、中森といったところでしょうか。残り周回数は3周。あ、ここで帰ってきたのがカーナンバー21番、山下恭平です。山下恭平ピットに戻ってきまして、予選終了、上位争いは宮沢、さらに朝日が鈴木優也をかわしまして2番手に浮上。残り周回数は2周。前々回小柄の時にはですね、本当にタイヤの持ちが何周ってドライバー、各ドライバー手応えが分かるぐらいにガクッと落ちるポイントがあったということなんですが、それは決勝の10周過ぎのあたりからやってきたんですが、今回の鈴鹿ではどうでしょうか。さあ、3コーナーインサイド、鈴木優也戻していきます。朝日カーボのインバー飛び込んで2番手に浮上。さあ、決勝が苦しくなると、タイヤがガクッとパフォーマンス落ちると見込んでいるならば、予選の間に前をキープしておきたい。タイヤが比較的持つという気温もね、23度という最高気温、そのように読んでいるならば、予選で少々競り合っても決勝は大丈夫、いろんな思惑があると思います。3メーカー入り乱れてのタイヤウォーズ、現在がトップ、宮沢和樹がトップ、2番手鈴木、3番手朝日、そこに徐々に牧野忠介も追いついてきた。残り周回数は1周、これがファイナルアップ。そして今回送り込まれましたダンロップ勢のもう一人、増田光大も現在5番手、いい位置につけています。さあ、トップ2だんだんと近づいてきた。鈴木優也はまだ諦めていません。鈴木優也を狙ってそう、下り 25R、 まだ狙ってそうだ。ヘアピンのところではついていく、ついていく、前とのマージンを削っていくが、もう苦しいか。当たってしまえば元も子もない、 A1 ドライバーに言うセリフじゃありませんよね。しかし、うん、どうだ、最終コーナー、
少しブレーキングをレートにしましたが、入れ替わりありません。宮沢、鈴木、朝日、牧野、増田、平木、井上、三村、白石、マッシュー・ソロモンの後ろは東川、そして高橋、藤本、少し空きまして羽生市、藤江と続いていったでしょうか。トップ10までに予選のポイントが付与されます。さあ、これによってシリーズチャンピオン争いをしています三村宗太郎は8番手ということで3ポイント、